前映画屋なんだったな。借金の残高だ。そんなお金ありません。仕事をください。一発一万やるよ。この方法しかありません。もうこれ以上無理です。貴重な絵作られるマックスワークス受け継がれたり溝口健二晩春小瀬康次郎どれだけ殴られても痛みを感じないんです。かつて映画は真に芸術であり同時に真に娯楽であった。あの金儲けすぎのクソ野郎どもの手から映画を取り戻し、もう一度映画を蘇らせてください。クソ映画、クソクズ映画。僕は自分の映画が作りたい。彼も映画みたいなもんだ。カット。